うまみがない、うまみが。うまみないよ、ほんとに。そうでしょ、うん。おぎやぎのラジオ見してやるよっていうぐらいのもんで。そうです、そのぐらいしかないでしょ、うまみ。うん。ねえ、一緒にこう、ブースにいるしか。そう。連れてくるしかないんだもんね。ラジオネーム、五本木太郎、うん。僕もスタジオの観覧希望です。観覧って別に募集してる、来週は厳しいのですが、次回の開催予定はいつですか。いや、違うんだって。なんだよ。しかも、何が来週厳しいだよ。しかも。なんでお前の都合に合わせなきゃいけないの。来ません。間違ってしまった。募集もしてないし、そうそうそう、募集もしてないのにお前は、うん、来ねえって勝手に断ってるし、募集もしてないのに勝手に来週厳しいとか言い出してるし、うん、違うから。そう。観覧募集なんか一切してないから。しませんよ。頼むよ。うん、本当に。しちゃダメよ、本当に。うん、だから。うん。うん。今日募集したメールね。上司とか、師匠の話、ね。ああ、はい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 。ラジオネーム、うん、ルサンチマン。おじさん、柳さん、コムテンさん、こんばんは、うん。僕はクラスで本当にイケてない集団に属するタイプの人間なので、うん、同じような奴らとつるみたくないために、人気者の下につきました。うん、ああ人気者の中に一人違和感のある奴がいるということから、他のクラスの人たちからは、忍びと呼ばれて何か人気者の特別な弱みを握っていると陰で噂されるおう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 忍びね、うん、いややるじゃんそれかっこいい、ね、忍びってかっこいいあだ名かっこいいあだ名つけるね、うん、そんな人いるんだねそんなかっこいいあだ名つけれるような人がね忍びか、うん、確かに不思議だよな一人そういうのがいると確かにね確かにちょっと、うん、そうねいるもんないるね、本当は違うんだけど、そう。でもこれで思い出したけど、うちのほら新しく入ったさ、あのマネージャーの橋本っていうじゃん、はい、今、今年新卒で入ってさ、今、うん、俺らの現場についてるね、やつのさ、うん、な、あの LINE のな。LINE、うん、のあの写真ね。そう、あのアイコン ?LINE のアイコンがさ、うん、あの海でさ、うん、みんなで撮った写真なんだよね。そう。しかもちょっとかっこいい感じの、うん写真でさ、うん6人ぐらいかな、男女が待つとって、うん、なんか、はい、海から上がってくるぐらいの写真でさ、うん、そこにさ、ラストサマーって書いてあって、2014、8月何日って書いてあって、うん、何これ、ね、何これ何お前こういう感じなのなって言って、うん、バカにしてたの。ラストサマーって今俺呼んでんだけど、橋本のことを。ラストサマーって呼んでんだけど、すっげえ言い訳してくるの知ってるから。いや、違います、違う。いや、もう私仲間とか絆とかそういうの大嫌いです。いや、それ大嫌い。あ、そこまで言うの？そうだよ。そういうの大嫌いなんです。じゃあなんでラストサマーのあれだお前こういうのやるやつっていうのはそういうのが好きなやつだよ。そうだよ。いや、違います、本当に違うんです。もうなんかそんなも細かい言うされて嫌です。絶対違います。じゃあ何お前だって、いいじゃん。だって仲間とか、うん、絆とかいい言葉じゃん。そう。ね、いい言葉。って言うと、それが、なんかすげえ馬鹿にされてるようで、もうね、友達なんか誰も一人いないって言い出す。写真あるんだけど。誰一人いないって言うんだよ。写真あるんだよ。嫌だよ、そんなやつ。じゃあお前はなんだ、うん、ね、仲間とか絆が嫌いな言葉なんだって言ったら、うん、じゃあお前は他人と裏切りって言葉の方が好きなのかって。うん言ったら、うん、はい、私はそっちから好きだ。いやだよ、そんなやつマネージャー。そうだよ、それアイコンをもうね、言われることをね、すっげえ、その、いいじゃん、あの学生時代のさ。そうだよ。大学最後のさ。ね、夏年だ。そう、みんなで海行ったんだよね。そうそう、うん。なんかね、普通の海だよね、あれ日本のね。そうそう普通の海ね。なんかあれがまたいいんだよ、まだ夕日があるような感じのところだよね。そう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 。青春って感じの写真なんだけど、うん、そう。それをアイコンにしてるぐらいだから、絶対そういう、うん、青春時代をさ、うん、過ごしたのにさ、それを言われると、本当に嫌がるの、うん。そうなんだよね。うん。そう、面白いんだなクソガールブルーン。クソガールだからね。そう。うん。もともとは。いや、違うんじゃない。クソガールブルーンじゃないの。ブルーの本当は、うん、それ6組軍団そかそかなのに、ちょっと、おたちにこうやって言われると、恥ずかしいから。本当はそういうの大好きだからね、仲間とかがね。そうそう。じゃあ、あの写真使わねえもんね。うん。仲間と絆って言葉大嫌いだって言い張るんだよ。そっか、俺らのところについていくから。うん。そっちの方がいいと思ってた。そう。ああ。言うんだよ。おいやー、今週からゴールデンウィークに入ったみたいだけどよ。どこも人がいっぱいで待っちゃうよ、ほんと。
せっかくの休みになんでみんな人でごった返してるところに行くのかね。俺だったら人が来ない穴場を探すけどね。例えばそうだね、例えて言うなら秋竹城のケツの穴で、それは穴場じゃなくてババアの穴だっての。誰でも言ってるね。それで行くぞ。2時8分出たたけし。ゴールデンウィーク真っ只中っつうことで早速行ってみましょう。こんな旅行は嫌だ、長すぎる、これ嫌ですね。旅行の期間が長すぎてね、ちょっと旅行で網走に10年ほど行ってましたって意味が違っての。同じ場所に行きすぎだ、これも嫌ですね。気に入った旅行先だからって同じ場所ばっかり行っちゃってね、現地の人からも覚えられちゃったりして、おー待ってました、いい新人が入ったよ校長ってやめなさいっての。メンバーが最悪だ、これも嫌ですね。せっかくの旅行なのにメンバーが最悪でね、オイラ、矢作、日村、篠原、小川、タカさん、マッコイ、安西って男気じゃけんじゃねえかバカ野郎。知らない人がついてくる、これ嫌ですね。可愛いお姉ちゃんと二人で旅行行こうと思ったら、知らないババアがもう一人ついてきちゃってね、先生も一緒なんですけどいいですかって、これはそっとしとけっての。というわけで今週は以上です。今週メールをくれた田島陽子ちゃんは、ラジオタイム心店身から出たサービス、パイオーツオブカリビアン、芝からうんこ以上の田島陽子ちゃんでした。うん、次回のテーマ発表するぞ。今週でかいタイトルマッチがあったり、日本人のチャンピオンも多かったりで話題だっつうことで、こんなボクシングは嫌だ、送ってこい。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。さあ今日募集したね、はい、テーマね、うん、ラジオネームロンより証拠の大ライス、小木さん、八木さん、コムデンさん、こんばんは。僕の大学の先輩で業界人でもないのに、おはようございますと挨拶しないと怒る先輩がいます。ただね、一般人なのに業界人ぶってんなと思いながら挨拶しています。うん、めんどくさいね。うん、おはようございますって、そっか、うん、当たり前なのか、それは業界人だけなのか。そうだね。業界はそもそもさ、なんでおはようございますっていうかっていうと、入り時間が全員バラバラだからなんでしょ？らしいね。一般の人は朝行って、朝9時に例えば会社行って、夕方5時に終わるっていうのがあるから、いいんだけど、はい、業界は夜7時から仕事の人もあるから、そういう人もいるからね。だからおはようございますって共通して言うと。じゃあさ、よくあの女優さんとかさ、女優さんは多いね。あと誰だろうな。モデルさんもそうだな。うん、すごい、なんか、あえて、こんにちはって言ってくる人いるでしょ。あれは腹立つ、また。こんばんはとか。うん、すごい、あれね、いるよね、うん。ああいうのもちょっと嫌なんだよね、確かに。あれはだからさ、こんにちは。一周してさ、なるパターンだよね。うん。おはようございますでいいのに、いや、そもそもなんで昼間なのにおはようございますっていうの、夜だからこんばんはでいいじゃんって、うん、業界長いから何週かしやってそういう意見になっちゃったっていう、一番だから、うん、むしろそういう一般的な中二病みたいなことだよね、あれね。中二病ね。そういうこと言い出すの、はい、なんか、まあ確かにちょっと長い、まあこの世界長い人で、うん、ちょっと格好つけてる人多いんだよな、確かに。あえてでしょ、うん、うん、そうそうそう。ね。こんにちはってね。こんにちは。かっこいい男とかよく、うん、そういうわ。おはようございますって言えばいいのに。そう。あ、こっちがおはようございますって言ってんのに、うん、あ、こんにちは。いるんだよ。俺そういう業界染まってませんから、的なね。そう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 。うん、K さんとかそうだったな、K さん。K さん、K、まあまあ、それいいんだけどさ、まあ、今普通に思ったな。